神奈川県川崎市中原区新城鹿島サイクル編。今回は神奈川県の元競輪選手45期の東明さんにお話をお伺いしました。詳しければ東さんってまだ走れるのに引退したような気がするんですけど、2班だったんだね。2班で辞めたんだね。2班で辞めた理由とかどんな状況だったかって、もう体力的にもきつかったっていうのもあるし、あともう龍之介もデビューしてある程度落ち着いてきたし、じゃあいいかなっていう感じで。おいくつの時だったんですか？54かな、54だったと思う。じゃあそのきついですよね、体力的に。34年やったのかな。34年、19でデビューだから。確かに走れることは知ってたんだけど。あ、でもきついですよね、54で。三井さんの前じゃ言えないけど。なんか三井さんちょっとすごすぎますね。よく頑張ってんなと思ってたもん。はい、さっきもそうだけど。ちょっと話戻って申し訳ないんですけども、競輪学校生活って覚えてらっしゃいますか？覚えてるよ。どんな感じだったんですか？ゼロ勝。あ、そうなんですか？あ、適正だから。適正っていうのもあるけど、その当時120人ぐらいいたのかな、同期って。で、まあゼロ勝の人も結構いっぱいいて、20人以上いたんじゃないかな。あ、もう強い人が一人勝ちみたいな。同期で鎌倉博之っていうのが、徳島の、それが百何十勝したじゃん。負けたのが何回か、着外もないよね。すげえ強くて、鎌倉博之選手、ドンからマークだね。あ、そうなんですか。山田維新とか使って、競りはきつかった。年間もう10回近く失格とかしてるんじゃないかな。もうほぼ毎月。毎月ぐらいの感じの暴れん坊、もう足もあるからね。でも、さばきもいいんだけどね。ああ、よく適正で入校されると、競輪学校生活がとてもきつくて苦しいって。そうだね、苦しかったね、最初ね。軽いギアで4倍16だったかな、最初。ペダリングもうまく回せないから、どんどんこう跳ねちゃうじゃん。うまく回せないから、尿道になっちゃって。じゃあ学校生活は、そうっすよね。やばい世界だな。クビになっちゃうと思ってさ、必死だよね、出てからね。ああ、そういえば川越さんもそういうことをおっしゃってました。適正で。そうだね。川越も頑張ってたよね。じゃあ学校卒業されて、こう危機感というか。そうだね。どうしてか。1ヶ月間あったけど。三井さんもっと乗り込んでたからね、俺より。はい、すげえ我慢強いんだよ、三井さん。ああ。山強いのよ、とにかく。本当山強い。三井さん、なんでそんな早いのって言ったら、要は別に我慢してるだけだよ。我慢が足んねえぐらいの感じだった。俺ちょっと我慢しなきゃダメだよ、これ。長くやってる人ってやっぱ乗り込んでるんじゃないかな。長持ちしてる人っていうのは癖が違うんじゃない、やっぱり精神的にも、ね、強かったよね。番手勝負だったからね、常に。もう晩年は先行にこだわってたけど、若い時は常に番手だからね。同期も競っちゃうし、平塚でさ、じゃん、あれ同期なのよって俺に、なんとかしてくれよ、三井さん、競りやってよなんて言ってくれよ、前からもなんて。で、平塚だからさ、三井さんと遠慮しないっていうかさ、あだ名が鉄人だからね。そうですね、ニックネーム鉄人。弥彦競輪で清水隆さんって競ってたのが、上から見た時に二人とも違うなって思いました。清水さんもきつかったね。星川さんとも競ってたな。あ、そうなんですね、星川さんもきついですよね。星川さんもきついよ。仲いいんだよ、三井さんと星川さんが。話し合うんじゃない？あ、そうなんですか。上田さんがなんかグループで練習させてもらった時に、もう練習から落っことされちゃうんじゃないかって緊張感で。ただ三井さんとかがそういった技術とか、星川純さんとグループだったね。クレイジーガッツなんてね、練習からなんか本当に落とされちゃうような競りされるようなところでこうやってたので、だからそういう中で星川さんのグループで三井さんも入ってたんで、そこで佐々木達也、松山学、江口とか吉田晴之、三井さん、私みたいなグループでこう練習から常になんかこう気に入ったらもう落とされちゃうみたいな、そういう練習はよくさせていただいた。ありがとうございます。競輪の世界の素晴らしさと、あと動画をご覧の皆様に東さんから何かメッセージをいただいても大丈夫ですかね。競輪っていうのは最初はチームで走るんだけど、はい、本当に今コマーシャルでもやってるけど、4コーナーみんな個人になってゴールを目指すんですけど、はい、競輪の素晴らしさっていうのはやっぱ人が、あれが一つでみんな頑張ってるわけで、他の競技とはちょっと違うよね、公営競技とは。そうですね、だから自分が努力すればしただけのことは選手も返ってくるし、その選手の気持ちになって車検を買ってもらうと、ドキドキワクワクして楽しいんじゃないかなと思うんですけどね。そうですよね。皆さん、本日は大変貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。